はい、皆さんこんにちは。今回は仮面ライダーガブフィギュア付きチョコスナック5個買ってきました。5個しか売ってませんでした。田舎なんでこのチョコスナックスーパーとかないんだよね。売ってるところを見つけることができなくて、探した結果5個だけ残ってるお店を見つけて買ってきました。そしてこのチョコスナックフィギュアがね、グリコのおまけみたいな感じで入ってるみたいなんで楽しみだね。ラインナップは全16種類、そのうちシークレットが1つあるみたいです。何なんだろうねシークレット。さらに黄色バージョンは大当たりっていうことなんで、金色バージョン当ててみたいよね。どんな確率で入ってんだろう。それではね、早速開けてみましょう。ほんとこういうお菓子昔からあるよね。この箱だけでいいね。なんかそれじゃあ一つ目開けてみましょう。なんかトミカみたい。せーの、あー金色ではない。どーん、ダブルだ。いいねダブル。ただ触覚のところが曲がってるね。じゃあね2つ目開けてみましょう。金色出てくるのか。ドーン、何かな。せーの、ドーン、 V3 だ。かっこいいじゃん。それではね3つ目いくよ。黄色見えてほしい。あーダメだ、シルバー。じゃあね見ていきましょう。なんだろうね。せーの、ドーン、仮面ライダーブラックか。これブラックだね。渋いところばっかり出てくるね。ハルくんの好きそうな仮面ライダー出てこないね。じゃあ4つ目、最近の仮面ライダー出てきてほしいんだけどね。いくよ、金色入ってて、せーの、ドン。あ、金色やったね。金色バージョン出てきました。誰だ金色バージョン。さらにシークレットだったら嬉しいのね。見てみるよ、ドーン。かっこいい後ろ。あー嬉しい、ギーツ。めっちゃかっこよくないこれ。金色バージョンのギーツめっちゃかっこいい。金色バージョンってどの確率で入ってるのかわからないけど、まあ当たってラッキーです。どれくらいで当たるんだろう金色って。じゃあラスト5箱目、もうさすがに金色ないでしょう。いくよ、何が出てくるかな。じゃーん、やっぱりシルバーだね。見ていきましょう。最近の仮面ライダー出てー。これもしかしてギーツ。2種類揃っちゃったよ。金色バージョンとシルバー。いいんじゃないですか、これはこれで。ねえ、ギーツかっこいいしね。といった感じで今回は仮面ライダーガブフィギュア付きチョコスナック開封してったんだけど、なんとね金色バージョン出てきたんで良かったんじゃないかなって思います。それでは皆さんまた見てくださいね。バイバーイ。